森の奥で生まれたアルババのクラクラ実況。はい、どうもアルババです。今日はですね、こちらの、ね、ハイルメアリー戦からね、またまたお送りさせていただこうと思います。こちらね、ショコさんごめんなさい、前回されたね、アタックをご覧いただこうと思います。こちらすごかったんですよね。うちのですね、順次さんの、アタックでございます。こちらもね、うちのサブリーダーの人なんですけれども、かなりうまいんですよね。まあね、ご覧ください。こちらね、クイヒーバルホグ、結構ね、オーソドックスなね、戦術だなと思いきやですよ、思いきや、クイーンじゃねえわ、ヒーラーがね、1体しかいないんですよ。これはすごくないですか。もう秒間ダメージ計算し尽くしてるというか、まあ、結果論の時に言うと、もうホグでね、クイーンをターゲット取らせないようにね、していくんですわ。これがね、すごかったんですよね。まあね、この辺はね、ガーゴールでね、12時面僕もかなり広めにね、サイドカットと、そしてね、バルキリーが、10体かな、11体ですね、投入していくんですけれども、ブワーッと投入します。はい、そしてそろそろクイーンが出てくるはず。クイーンが、1時面かな、確か出てこない。これね、ラバハウンドを釣ったじゃないですか、援軍を。これがね、こう対空を攻撃する、ね、ユニットがいないんですよ。バーバリアンキング、ゴーレム、バルキリーという感じで、あとはね、周りに動いてるのがホグライダーなんですよ。はい、なのでね、このね、なんだっけこいつ、なんだっけこれ、飛んでるやつ、あれ、まあいいか、飛んでるやつをね、無視できるんですよ。ラバハウンドだ、はい、ラバハウンド無視できるんですよ。で、このようにね、今ね、これヒーラー1体でなんとぐいぐい進軍してるんですよ。死んじゃった死んじゃったんですけれども、まあね、まあ、予備のヒーラー的な感じの扱いなのかな、これはね。もう見事に、もうなんだろう、クイーンがターゲット一切取られることがないような感じで、サイドカットに、まあ、若干ね、徹してるという感じですね。そしてホグの出し方がうまい、時計回りにきっちり出していくんですよ。で、まあ、2体3体小出しに出していって、しっかりね、施設をどんどん破壊していくんですよね。はい、そして今もですね、バルキリーにね、ラバハウンドをターゲット取らせております。これはね、すごいですよね。ヒーラーはもういない。このクイーンですね、クイーンはね、しっかりもうゆっくりサイドカットというかね、もうね、周りのね、施設をね、カットしていってますね。まあ、バルキリーもね、かなりジャイアントに近いようなね、体力を持ってるので、ラバハウンドの攻撃ね、かなり受けることができるんですよね。このような、こんな感じですよね。いくら受けてもね、ずっと、まあ、バルキリーがターゲットを取ってくれるんですわ。まあ、そうこうしてる間にもう2つしか残ってないんです。これはすごいですよね。まあ、なんだろうな、クイヒーで、ラバハウンド、最後まで残ってしまいましたと。まあ、クイヒーで、ヒーラーを1体っていうのは、すごい、なんか、なんだろうな、考えてるなーっていうのがすごいしみじみ思ったので、今回ね、ご紹介させていただきました。はい、よかったら皆さんもね、ちょっと真似できるかっていうのはちょっと微妙なとこなんですけれども、難しいなとは思うんですけれども、参考にしてみてはいかがでしょうか。はい、というわけで今回はこんな感じで終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。